界経済の構造と技術の目指しを見たんです。でこのことはまだ分からなかったんですが、ですからアメリカで製造業が衰退し、サービス産業が成長するという、それが正しい方向だったんです。今、金融の自由化というのはですね、先ほどの市場が重要か、組織が重要かといえば、市場が重要な経済に移りつつあるから、金融の自由化せざるを得なくなっているんですよ。だからそういう意味では世界史的な流れだったんですね。そこがトラブルが起きていることにも関係をしていったと。我々の目には、アメリカ経済が弱くなったとしか見えなかったんです。特にアメリカに対して日本は非常に強いという考えは何でしても持っていたと思いますね。そういう考えが根底にあったために、地価が上昇しても株価が上昇しても当たり前だというふうに考えられていたと思います。もう日本はこれから21世紀に大成長、だから土地は上がった、株は上がった、それができた。さて、急激なバブルとその崩壊の時代は、いわゆる失われた20年に入ってまいります。実は世界はこのバブルと危機をいつにして